コンタクトレンズ、コンタクトレンズ、コンタクトレンズとは、角膜に接触、コンタクトさせて使用するレンズの形態をした器具である。性能、使用目的、効果等により分類できる。日本の医薬品医療機器等法の類別に着目した場合、以下のようなものがある。角膜とコンタクトレンズの間の距離がゼロに近いという特性により、メガネに比べて像の歪みや、 大きさの変化が少ない。強度の屈折以上や左右の視力が大きく異なる場合には、メガネでの矯正が難しいとがある。目安として、左右で 2.00d の差があるとメガネによる矯正が難しいとされるが、人によってはそれ以上の左右差があっても案外平気で、メガネで矯正できることは戦前,前から指摘されているところある。しかし、頭痛や、 眼性疲労を伴うために長時間操用できないものも多い。このような場合は、コンタクトレンズが公的である。また、角膜に直接装着するため、打眼と変わらない、広範囲の視界を得られる上に、レンズ自体が小さいことから度数が強くても厚さは、ほとんど変わらない。他にも、メガネを装着した場合と比べて、容紙を変えることなく、視力を矯正することができる。 といった美容、美観上の利点を目的とするものもいる。メガネは寒い屋外から暖房の効いた室内に入った時などに結露でレンズが曇ることがあるが、コンタクトレンズは空調の効いた室内にずっといただけでもレンズが乾燥して目に不快感を生じたり、レンズ表面の涙の膜が破壊されることにより見え方が曇ったりすることがあり、その対策として コンタクトレンズ用の目薬を使用する必要が生ずることさえある。メガネはずれやすいものでもせいぜい鼻先にずれてしまう程度で地面まで落下してしまうことは稀だが、コンタクトレンズは白目までずれてしまって視力矯正の役を果たさなくなったり地面まで落ちてしまったりすることがある。コンタクトレンズは機能の面でメガネよりも優れた点もある反面。 創用に伴う目への負担が大きく、手軽さにかけ、制限も多い。洗浄や消毒を適切に行う、一部の使い捨てタイプを除く、創用時間を守る、使用期限を守る、創用したまま眠らない、一部のタイプを除く、自覚できる異常がなくても、定期的に医師の検診を受けるなど、製品の使用説明や、眼科医の指示を守って正しく使用することが重要である。 角膜には血管がないため、酸素の供給は外気から類液を介在して行われる。コンタクトレンズを送用した状態では、酸素が類液へ容易に取り込まれないため、角膜へも酸素が供給されにくくなり、角膜への負担になる。どんなに酸素透過性が高いレンズでも、裸眼に比べると送用状態では角膜への負担となる。従来は材料にプマ。 ポリメチルメタクリレート、ポリメチルメタアクリレートというアクリル樹脂の高質プラスチックを使ったもので、純粋なプマは加工しやすく耐久性に優れていたが、酸素を通さないため、送用時間に限界があり送用時の違和感が大きいもので、現在はほとんど使われていない。現在、ハードレンズとして広く使用されている酸素、透過性レンズ、オーニレンズ、RGP レンズ、 リジットガスパーミアブルレンズと呼ばれるものは、プマネケースを加えることで酸素を透過するようしたものであり、これは同時にハードレンズとしては比較的柔らかくなり、そのために乱暴に扱うとレンズが傷つくことがある。ハードレンズはソフトレンズと違って、創用中にも瞬きのどにレンズが動くことにより、涙が入れ替わって涙に含まれる酸素を取り入れることができるため、 角膜に多くの酸素を供給することができる。一般にハードレンズはソフトレンズに比べて単価は高いが取り扱いも容易でありレンズの寿命もより長いため長く使えば使うほどソフトレンズより安価となる可能性がある。角膜に異常が起これば痛くて挿用できなくなるため角膜障害が重度になることが少ない。ただし装着時の違和感は ソフトレンズに比べて、依然大きく、また激しい運動などの際にずれやすい。症例によっては、ハードコンタクトレンズしか使用できない場合もある。素材は、ポリヘマ、ポリヒドロキシエチルメタアクリレートあるいは、PVP、ポリビニルピロリドンというゲル状の合成鉱分子化合物、ハイドロゲルを使った、水分を比較的多く含む、癌水性ソフトコンタクトレンズと、 ブチルアクリレートとブチルメタクリレートの強重合体を使用した水分を含まない非願水性ソフトコンタクトレンズ。現在日本で入手かな製品は存在しないとがある。ソフトコンタクトレンズには1日や1週間程度まで手入れを行わずに用いる使い捨てタイプディスポーザブルと若干の手入れを行いながら2週間ほどだけ使用する頻回交換型。 フリークエートリプレイスメントの他に手入れを行いながら1ヶ月や3ヶ月程度使用する定期交換型プランドリプレイスメントも存在する。日本では一般的に一定期間の使用後に破棄をすることから1日1週間、2週間、1ヶ月、3ヶ月タイプのソフトレンズを総称して使い捨てレンズと呼んでいる。使い捨てレンズは目から分泌される。 タンパク質などの汚れがレンズに蓄積して目に悪影響を及ぼす前に新しいレンズと交換することで安全性を高めるものなのでレンズケアの方法やレンズの交換期限を遵守するなど正しい使用方法が求められる従来のソフトレンズ素材では酸素透過率を高めるために含水率を高める必要があったところが含水率が高いほど 脂質やタンパク質がレンズに沈着しやすく衛生状態を保つには洗浄や殺菌作業の頻度が増してしまうという問題があった。新素材のシリコーンハイドロゲルは眼水率に頼らず高い酸素透過性が得られるためこのような問題を解決するとして注目されている。ソフトコンタクトレンズはハードコンタクトレンズよりも 創用感で優れているが、そのために角膜に障害が起きても自覚しにくく、重症になるまで放置してしまう結果になることがある。ハードコンタクトレンズは、レンズ自体が硬質なため、特に乱視用を謳っていない製品でもある程度までの、角膜乱視であれば、レンズと角膜感を涙が埋める流液レンズと呼ばれる効果により、乱視強制化があるが、 それでは強制できない乱視を強制するための乱視用ハードコンタクトレンズも存在する。通常、強制に用いる局面の位置によってフロントトーリック、バックトーリック、バイトーリックと区別されている。乱視強制に特化したハードレンズではバックトーリックを採用している場合が多く、一般的にソフトレンズよりも強制効果が高いとされる。 円水角膜患者のハードレンズにおける卵子矯正ではフィッティングが特に重要となるため多くの経験を持つ医師による処方が望ましいソフトコンタクトレンズではレンズが軟質でありレンズが角膜の形状に合わせて変形してしまうので前述のような効果は得にくく矯正しにくいゆえに卵子用ソフトレンズでは卵子の方向軸角度に対し 適切な強制度数を追加する特殊形状となっている。乱視用でないコンタクトレンズは、春木時のレンズの回転は問題にならないが、乱視用のコンタクトレンズの場合は、特定方向に追加度数が入っており、レンズが回転しては、乱視度数を入れたがために得って見にくくなるという逆効果になるため、レンズの下部に厚みをつけ、重力や春木時の圧力に応じて、 厚みのある方向が必ず下に保持されるように作られているプリスムバラスト設計やレンズの左右のみを楕円状に厚みをつけ、春木時の圧力により厚みのある部分が横方向に保持されるダブルスラブオフ設計などにより乱視軸とのずれを防ぐ工夫が施されている。また一部のメーカーではこれらを組み合わせにより回転を抑える機構を持つものも存在する。しかし、 通常のソフトレンズと比べるとなどが問題点である。このような問題点のためソフトコンタクトレンズでは強い乱視でなければ、あえて強制せずに、乱視用でないソフトコンタクトレンズとし、近視を強めにあるいは遠視を弱めに強制することで、視力を押すことも多い。乱視用ソフトレンズには、最激刀顕微鏡による観察で使用するための通常目視では観察できない。 ガイドマークが存在し、眼科による処方の際のフィッティング評価指標として用いられている。また、創用時の目安となるガイドマークや刻印などが入っていることもあり、これに従い創用することで適切な軸角度保持を補助するものも存在する。医療機器のコンタクトレンズが、その製造販売にあたって承認を受ける必要があるのに対し、美観のための旅なし、 色付けコンタクトレンズ、おしゃれ用カラーコンタクトレンズ、カラコンは雑貨として扱われ、品質の審査手続きなどはなかった。このため、粗悪な作りのカラーコンタクトレンズは着色剤が溶け出し炎症を起こしたり、時には失明したりと、その品質に起因する事例も報告されていたが、これを直接規制する方法がなかった。なお、旅入りカラーコンタクトレンズは以前から、 医療機器となっている。また、使い捨てレンズの継続使用や、眼科医の検査を受けずに装着する連続使用等、コンタクトレンズの不適切な使用に起因すると思われる、眼病の増加が眼科医団体等から指摘され、日本国政府は、おしゃれ用、カラーコンタクトレンズの規制に乗り出した。2008年、平成20年7月10日に、厚生労働省、経済産業省が、 医薬品医療機器等法の枠内で規制を行う方針を固め2009年平成21年4月28日に医薬品医療機器等法及び関連省令等を改正し同年11月4日に施行されて以降は医療機器となった一部の指定自動車教習所の拘束規約においてはたとえ視力を適正試験基準以上に強制できていても カラーコンタクトそのものを視力矯正器具として使用するところを禁じている学校もある。しかし、運転免許証の更新や新規取得時の適正検査では書面上そのような規定は書かれてない。ただし、裸眼により試験基準を満たしている者がカラーコンタクトレンズを装着して適正検査を受けてしまうと免許の条件欄にメガネ等が記載されてしまう可能性がある。 その状態でラガンで自動車を運転すると運転条件違反の交通違反となってしまうので注意が必要である。1801年にトマス・ヤングが1823年にイギリスの物理学者ジョン・ハーシェルがコンタクトレンズに関する実験を行っている。コンタクトレンズの語はドイツの生理学者アドルフ・ガストン・オイゲン・フィックの名付けたコント・ドブリルに由来する。 製品としては、カールツイスが1892年に試作し、1911年に製品化しているが、すべて旅なしのレンズであった。当時は原料がガラスであり、角膜すなわち黒目の極率に合わせるためには、多くの形を用意する必要があった。そこで1931年にレンズを強膜と接触させ、角膜とは間に液体を入れることで、 直接レンズに触れさせないタイプの角鏡膜コンタクトレンズが発明されヨーロッパを中心に主流となった一方米国ではアクリル樹脂であるプマを使った角膜に触れさせる正確にはわずかに隙間を設ける形式の角膜コンタクトレンズが急速に普及し後にはコンタクトレンズといえば角膜コンタクトレンズを意味するようになった日本では佐藤勤が 角鏡膜コンタクトレンズを水谷豊が角膜コンタクトレンズの研究を進めしばらくの間脱落防止性能や装着時間などを競い合った。この頃には角鏡膜コンタクトレンズもアルギン酸と石膏を使ったモールディングで眼球の型を取った接触型のものができるようになった。一方、角膜コンタクトレンズは 極律半径7.33から8.59で20段階に設定された角膜レンズ検査セットを患者の目に装着させて角膜の型を測定するという方法であった。コンタクトレンズの製造方法には以下のものがある。使い捨てコンタクトレンズではキャストモールド製法が主流となっている。コンタクトレンズの選定にあたっては以下の検査が必要となる。 現在医薬品医療機器等法上は、コンタクトレンズの購入にあたって、医師の診療は必要なく、海外からのネット通販等も含めて消費者が自由に購入できる。一般的に販売店併設の眼科診療所での眼科検診、診察、処方箋が求められるが、これは販売店の自主規制である。販売店が医師の診断が必要ですというのは、 法的に必要だという意味でなく、購入者の目の健康のために必要だという意味である。コンタクトレンズの検診料については健康保険を適用することが保険財政の無駄遣いだとして問題視され、厚生労働省は個別検査料の点数加算方式を改め、コンタクトレンズ検査料が新設されるととなった。コンタクトレンズの値下げ競争が激化し、 レンズの販売ではほとんど利益が上がらず、診療所での保険診療による報酬で利益を補填するケースが目立ったためである。2006年度から、初診は387点、コンタクトレンズ患者が70%以上の診療所では193点、何らかの疾病を伴う再診は112点、同56点とされ、さらに2008年度からは、 コンタクトレンズ処方に関わる診療が全体の30%未満の医療機関では検査料200点、眼科の常勤医師10年以上の経験年数を有するが1名以上を勤務する保健医療機関でコンタクトレンズ処方に割る診療が全体の40%未満の医療機関では検査料56点へと大幅な削減が施行された。これにより全額自己負担、 自由診療科、保険外診療とする診療所も出てきている。高額化した検診を嫌って、検診を受けないままコンタクトレンズを使用するものが増加し、コンタクトレンズによる目障害が増えることが予想されるとして反対する意見もある。また、医療と販売の分離の原則より、保険適用の眼科施設にての販売及び特定の販売店舗への利益誘導は、行政指導の対象となり、 さらには、眼科医院と販売店の間の個人情報の不適切な取り扱いなども大である。しかしながら、多くの眼科施設においては創用指示文書の発行を拒否するなど、違反分離の理念は徹底されていない。これらの諸問題の解決を図る法制度の整備が求められている。なお2006年度から乳幼児の弱視や先天性白内障手術後の 治療用コンタクトレンズとメガネには保険適用されるようになった。詳しくは弱視保険機関の対応を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。